はい、おはようございます。ブリッジです。スーパーマリオ64、今日も始めてきます。今回でパート15か16か17か18か19か20、もう覚えてなかった、ごめんなさい。でもって前回はこのチクタクロックっていうそのエリアでもうスターを3個、6分の3集めました。なのでもう折り返し地点でございます。で、一応ここにキノピオがいて話しかけてみて、やっぱスターがありまして、そう、前回終わった時にさ、ここにキノピオいたからさ、話しかけようかなって迷ったんだけど、ワンチャンスターがもらえるかもしんないと思ったから、あえて話しかけなかったんだよね。よかった、話しかけないで。つうことで、じゃあチクタクロックやってっかな。よいしょー、入りまして。はい、パート4、えっへんてっぺんどっすん、えっへんてっぺんどっすんね。了解しました。ただね、今んとこコース3つやっといて1回もそのドッスンを見てないんだよね俺。だからドッスンをまず見つける必要があるのか。了解しました。つうわけで、まずはドッスンを探しましょう。よし、ひとまずここまで来ました。本来であればあっちで振り子のゾーンに行ってスターを取るんだけども、あ、でもなんかこの上になんかあるな、上になんかある。つうわけでこっちか、こっち側から登ってけばいいのかな。あー、なんか当てるくせえな、当てるくさいから、やばい、届かない、あっぶねえ。こうやってとっさの判断もね、このあれでゲームの才能がね、そう、出てきちゃうんですよ。僕のあれで、ごめん。ごめん、なんかね、なんか喋ろうと思ったけど、なんかね、その、うまく、文章が組み立てられなかったわ、頭の中で。ただ、ここからどうすればいいのか、なんかカメラの位置が悪い。カメラの位置が悪いんで、ちょっとやりづらいんですが、あー、無理か。やばい、あぶねえ。やばい、ダメだな、なんか足場にうまく乗れない。これ乗れるか。あぶれ、ぶねえな。なんとかうまくいった。でもってカメラ使って、ただ、あっちのあれか、なんか、この、六角形の足場に、乗って、こっち行って、で、この足場乗って、なるほど、このまままた登っていけばいいのか。ただ今んところまだね、ドッスンを見てないんだよね。オッケー、うまい。あーがー、めっちゃ落とされたわー、最悪。あー、もう落とされまくるー。よし、ここまで来た。でもってさっきそこのなんかな、この回転のブロックのこっちの上のやつ、こっちでしくっちゃったから、助走つけて。あー、ダメだ、もうちょいあれだな、飛距離が足んねえな、飛距離が足んねえから。あ、オッケーオッケー、あ、壁引っ掛けて、オッケー。いけた。オッケーオッケーオッケー。あとはここで宙返りだ。早く。宙返りんごして、あ、もう一箇所あるのね。これどうしよっか。届け。あー、届かない。やばい。助走つけて。あー、ダメだ。うまくいかないな。オッケーオッケーオッケー。助走つけていった。よし、オッケー。でもってこっちか。で、ここは、どうな、ダッシュか。オッケー。でもって次が、ここうまく掴んで、やばい、落ちるなよ、落ちるなよ、やばい、あぶれ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 、オッケーオッケーオッケー。で、あとはどこ行けばいいのか。あのブロックも気になるけど、あれ、なんかスターなんかここら辺なかったっけ。まあいいや。じゃあこれは、あー、単なるコインか。あー、また登っていくのかな、こっから。結構しんどいな。オッケーオッケーオッケー。うまく乗っていきまして、何ですかこれは。ああ、危ない危ない危ない。ここならまだ、ここなら、危ないなあ、危ねえなー。ちょっとしたあれだ、油断が命取りだな。まあ、仕方ない、まだまだまだマシだわ。ここならまだ取り返せる、なんとかなる。オッケー。で、持って、また上がってって。で、これか。
これ、多分あれか、壁つかみジャンプできねえか。壁つかみ無理か。だからもう一発で乗ってかないとダメだ。乗って乗って、うわ、やばい、秒針が、危ねえな。時計の針に邪魔されそうになったけども、ここも避けてって、でもって、これあれか、キノコか。危ねえ。あ、ドッスンいる。わかったわかった。じゃ、あのあれだ。時計の針に乗ってってあっちまで行くんだ。了解しました。つうわけで時計の針が来るまで待ちましょう。いや、だいぶ時間かかってんな。もうちょい早くていいぜ。うん。マジでさ、一回飲み物取りに行ったからね、俺。で、これ乗ってって、でただ、あいつがいんのか、やばい。あいついんのは聞いてない。まあ、いい。こっちちょっと奥め行っとけば、あいつ買わせるから。で、それで、針があいつから離れたら、ちょっとずつ針の先端に進んでいこう。これでまあいいでしょう。よし。あとはあのドッスンのところまで行きまして、やーべ！あー、そういうことか！やっばい、やられて完全に油断したー。いや、もう絶対、ああ、もう油断した、もうほんと油断した、油断した、油断した。もう最悪だわー。もうまた待たなあかんのかーい。よし、乗ったから、今度は油断しないように、あんまり先端に行きすぎないようにしよう。先端に行きすぎると、なんかあれだ、なんだっけ、ベルトコンベアの、この針が下に行っちゃうから、マリオが強制的に落とされてしまうんで、まあ、この位置なら多分大丈夫だろう。あとはカメラワークをうまく、そう、やっといて、そう、ここ。ここだ。で、あとはドッスンにうまく乗れば OK。あー、危ね、乗れない。あ、待て待て、それは聞いてな、それは聞いてないぜ。よし、今度は油断しないように、あいつが来たタイミングで宙返りしよう。ここだ。いや、違う。よし、もう5回目ぐらいかな。いや、もう今度こそ行きたい。なんだかんだでこれ結構時間がかかる、めんどくさい。でもって、あいつが下に降りてきたタイミングで、オッケー！ここだ！オッケー！よかったー！ふわー！えっへん、てっぺんどっすん。もう全然えっへんでもてっぺんでもねえわ。もうあいつ、苦労させやがって、もうちょいあれだわ、優しくしろや。もう俺がさ、お前の頭の上に乗るまで待てや。でもって、パート5、突き出しを乗り越えて、なんじゃこれは。突き出しって何？何をもって突き出しなのかがわからん。まあ、いや、とりあえず、あれだわ。もう上まで行こう。多分ね、ひとまずあのスターだと思うんだよね。突き出しを乗り越えてっていうスターが。ただ、あそこまでどうやって行けばいいのかっていうのが問題でございまして。一旦、ジュゲムカメラに戻して、でもって、この三角の足場？そう、結構ね、こういうところで落ちるからね。危ねえ。危ねえ。危ねえな。あれ？あ、反対か！やべ、道間違った。こっちじゃねえや。反対側か。やべやべ、余計ななんか、ことをした。で、こっちでこのまま進んでって、オッケー。でもって、こいつは無視。で、またこっちから。はい、宙返りリンゴ。危ねえ、危ねえ。で、またあれだ、ここでカメラで見よう。あれか、どうやって行くべきか。もう一回、もう一回。突き出しを乗り越えてって言ってるくらいだから。一旦こっちに乗って、こっち一回乗ってみよう。わかったわー。わかったわー。これか、突き出しって。なるほど、タイミングよく登ればいいのね。で、で、しかも、ここあれだ、下がちゃんとこの金網があるから、落ちても何回でもやり直せるっていうのがでかいな。ただあれだな、結構うまくいかないな。突き出しが結構出てんのか。あいって！くっそやべえ、あれだ！壁に近づきすぎると、ちょっと出てるところに当たっちまう。
あー、うまくいかない。なかなかむずいな。こうして、で、こうしまして、で、持ってこうだ。で、あとこうか。オッケー、クリアだ。とりあえず、これで5枚目かな。で、多分、最後がね、最後が、最後の最後の、パワースター。あなたのお家はマリオの中と、くだらないもの、歌を歌っていきながら、これだ。赤コインなんだけど、なんだこれ。0分の赤コイン。まあ、いや、とりあえずまあ、あれだろ？今まで見えてた赤コイン、ボム兵なんていたっけ？あ、いたか。今まで無視してきたけど、ボム兵いたか、そういや。って思ったんだけど、ここもあれか、すれば100コインさえやんなきゃいけないんだよね。それが難しいわ。で、まあ、ここはまあ、頑張って取ってけばいいのかな。うん。よし、頑張るか。うわ、結構むずいな、これ。結構むずいぞ。結構むずいな。まあ、いや、これもタイミングよく、結構あれだな、ハイスピードでやんなきゃ。無理。いや、無理じゃない？あ、それともあれかな？上から順番に落ちてって取ってくのかな？なんか、なんだろう、パチスロみたいな、パチスロっつうかなんかピンボールみたいな感じで、上にからどんどん下に落ちてって取ってくって感じかな？まあいいや、とりあえずそれで取ってってみよう。一旦上上がろう。あれ？あ、うわーわー、よし、やって。あれ、なんかさっきよりゆっくりじゃない？え、どういうこと？ただまあなんかあれだな、やりづれえな。それ、でもこれはこれでやりづれえ。いや、やりづれえ、やりづれえ。でもどの道上からやんなきゃいけないってことか？わかんねえなあ。やばいやばい、プレイが雑になってきてる。ちょっとなめっぷしてきてる。なめっぷしている自分がいる。やばい。なめっぷしている自分がいるから、ひとまずあと1個か。うん、頑張んねえとな。とりあえず、そう、あとラストこの1個だけ頑張りてえから。よし。でもって、あー、今度はなんか早いな。今度はまた早いな。さっきはすげえノロノロしてたけど、これも、やっぱりあれか。上から行かないと無理か。やめて、ボム兵やめて。よし、とりあえず上まで来まして、こっからじゃあ落ちてみるか。いや、むずくね？いや、むずくね？え、これを繰り返していけってことなの？だいぶむずいぞ。やだ！嘘でしょー！いや、これかなりきついぜ、あれ、何回も。いや、まあ、慎重になりゃいけんだろうけど、いや、むずいむずいむずい。で、今回も、早いなぁ。なんか、さっきのあの、遅かったの何だったんだろう。あれがよくわからん。それともなんか、あれが時間経過で早くなるとかか？でも、だったらさ、あ、ぶね。だったらなんかさ、その、スタート時が、早かったり遅かったりっていうのはおかしいんだよな。いつもさ、コース入ってすぐにあそこ確認してる。あ、ぶね。確認してるわけだからさ。くそ。で、ここも、なんか気のせいか、ここもなんか早かったり遅かったりするんだよね、なんか。あぶれ。あ、今回なんか早いな。あ、やばい、雑になってる、雑になってる、雑になってる。うえ、オッケー、とりあえず来て。でもって、こっちだな。まず、これを取りたい。オッケー。あー、3枚、オッケー。さ、とりあえず3枚取れた。とりあえず3枚取れたから、よしとしよう。つーわけで、もう一周してみるか。ああ、なんでなんですかねー。よくよく考えたらさ、これ時計の針関係してんのかな。ほら、あの、水浸しティとかさ、その水位によってなんか、入る、その、壁の高さとか絵の高さによって変わるからさ、だったら、さっきなんか0分の赤コインって言ってたから、0分ちょうどに入る。ってことか。あ、なんかそんな仕掛けあった気がする。あ、
ちょっとオーバーしたか？これでいいのか？やっぱりか！そういうことなのか。なるほどね。ちょうどに止まれば、このコースのタイトル通りに止まるんだ。はあ、やばい。なんか無駄なことしまくっててめちゃくちゃ恥ずかしい。まあ、いいや。とりあえず気づけただけでももういいから、とりあえずこれで取ってって3枚。まあ、これだったら余裕だな。まあ、落ちる心配もあんまないし。で、こう。まあ、落ちる心配ないとはいえ、慎重にやっていこう。6。あ！やばいやばい。まあ、ただここにハートがあるから大丈夫。即死さえしなければ OK。いや、だからあれか、さっきもなんか、あれか、時間によっては、なんか、変な感じになってたり、もう重くそ早かったりしたのか。なるほどね。面白いな、マリオは。本当に。そういう、細かいギミックも。で、任天堂を褒めつつ、ただここが全然うまくいかん。任天堂を褒めたけど、ここに関してはもうちょっと簡単でもいいんじゃないでしょうかね、任天堂さん。と、任天堂を叱りつけていく。でもって、ここ、あー、ダメだ。全然うまくいかん。オッケー。でもって、こっちか。で、こっちに進んでって、で、あとこっちに進んでいく。オッケー、オッケー、オッケー。で、あともう一個、この上にあるのかな？あ、わかった、わかった、わかった。あー、ダメだ。全然うまくいかん。オッケー、うまくいった。あと取って、8枚目かこの上か、あった。オッケー。え、待って。ええー。また微妙なところにあるな。まあ、いいや。これで取ってって。オッケー！よいしょ、107枚。あと13枚か。つうわけで、チクタクロックも100コインスター以外は全部クリアしたんで、あとは、この右と左になんか光ってる場所があるんで、ちょっと行ってみましょう。でね、確かね、俺最後のコース覚えてるんだよね。最後のコースがね、確かね、どちゃくそ難しかった覚えがある。で、ただ、ここの横穴っぽいところ行けないな。難しい。あ、いけたいけた。ここかな？落ちるのかな？あー、全然落ちれん。あ、やっぱここだ。来たー！レインボークルーズ。コース15、ラストステージです。虹を渡る船。ここ、どちゃくそ難しいんだよ。なぜなら、空のステージだからです。うえそれはないだろうがー、それはないよ。そいつはないぜ。マリオさんよ。つうわけでもう一回やっていこう。コース15、レインボークルーズ、虹を渡る船。で、ここの難しい遊園は、もう空中ステージなんで、とにかく落ちまくる。なんで、本当にあれだよ。アクションのね、やっぱね、丁寧さが求められる、ここは。丁寧に進んでいくこと。それが何より大事。で、もって残機もないからね、そう。あれだな、もうこの残機がなくなったら、コンパート終わろうかなって思ったけど、コンパートまだ、待て待て、あぶれ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 。コンパートまだ、ちょっと、時間が短くて、まだ終われないんです！よし！リベンジといこうじゃねえか。まずは、このなんか、あれだ、アラジンで出てきそうな、なんか魔法の絨毯みたいなやつに乗りまして、で、問題が、あの、火炎放射なんだよね。これがな、マリオが通るタイミングでさ、火炎放射するから、やっぱりな、なんでなんだよ。オッケーオッケーオッケー。よし、今のヒップドロップはうまいと思ってる、自分でも。でもって、ここで、こっち行って、で、やべ、ジュゲムがいるな。敵のジュゲムがおるな。あいつは放っておいて、やべ、あっぶねえな。あぶねえ、今あいつを踏んだことによって危なかった。ただまあ、ここはなんとかうまく乗り越えてって、でもってなんかあれだな。このなんか変な迷路チックみたいなところがある。でもってここに赤コインもある。でもってあの、炎を吐く敵もいる。
あれだな。で、こっからどう行くんだ？一応、虹を渡る船っていうタイトルなんだよね。だから、まあ、多分船がどっかしらにあると思うんだけども、船が見当たらんと。やばい、全然上に乗れん。下手くそすぎる。オッケー。オッケー。オッケー。てか、ワンチャン、ここの赤コインは簡単だな。問題はあれだよな、やっぱり。あー、そこの外にもあるのか。問題は、船どこにあるんじゃという話。あっちだ。あっちだ。あっちだ、あっちだ。つうわけで、ここの魔法の絨毯にも乗りまして、で、ここもなんか難しそうだな。ジャンプやら、また火炎放射やら。あぶれ。あぶれあぶれ。ここはなんとか天才的なテクニックを活かしていって、進みつつ、で、あ、スターあるじゃん、あっちに。あっちにスターあるやんけ。まあ、あそこのスターはただなんか、また、あれだな。いろいろ入り組んでる場所にあるな。で、待って、ここ進んでって、ブロック壊しまして、乗りまして、で、これ、左か右か。左だ！左、左。ただ、こっちが合ってるかはよくわからんけど、何あれ！何あれ！何、な、なんだあの、なんだあの炎は。やめろ、あんな危ない色の炎。危ない色の炎はやめてくれ。ただでさ、赤い炎でも危ないのに。あ、で、船ある。船ある。あ、じゃあもうこれ乗ってっていいのかな？いや、ダメだ。ダメだ、ダメだ。あ、やべ、消える、消える。あ、ぶねえ。あ、これ一定時間すると消えちゃうのか。危ねえな。じゃあ多分あれが船か。あれに、多分あの船の上にスターがあるって感じかな？なるほどね。とりあえずね、ここのコースはね、ほんと難しい。難しい。難しい。あぶれ。あぶれ。あ、あぶれ。あぶれなー。ほんまに危ないなー。で、あ、あった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 。よかったー。あー、これあれかー。風が飛んでんのか。あぶれあぶれ。これでゲットおっしゃー。いやー、苦労するなー、ここのステージは。とりあえず、虹を渡る船クリアして、まだ時間あるし、もうちょっとやっておこう。正直言うとね、ここのコースめっちゃくさ、難しいから、もうね、一つのスター取るのにもね、結構苦労すると思うんだよね。で、天空のお屋敷、パート2だね。やっていくか。オッケー。で、また、この魔法の絨毯もどきに乗りまして、で、天空のお屋敷って言ってるから、お屋敷なんてあったっけ？ここ。ここお屋敷なんてあったっけ？ちょっとそれは覚えてないんですが、で、またあの火炎放射が、いった、もうあれだ、火炎放射当たるわ、あれ、あのままだと。だからここは一回、いや、いや、あ、危ねえなー！もう危ないよー！危ない危ない危ない。ほんと危ねえところばっかだなー。こうしていこうだ。痛い！ 10 ゲーム！よし。でもって、10ゲームがいるから、こいつが本当に邪魔くせえ。で、10ゲームがいないときに、こっちに乗ってって、で、またこの絨毯だな。でもって、さっきさ、分岐するところがあって、そこの分岐点で俺は左に行ったから、今度は右に行ってみよう。多分、右に、そのなんかお屋敷とやらがあるんじゃないかなって思ってます。よし、で、ここも順調に降りていきまして、つかさ、俺もこん、俺がマリオだったらさ、もうこんなところ行きたくないんだけど、もうほんとさ、あれだよ、ほら、結構さ、ちっちゃい頃とかよくさ、夢とかでさ、その、落ちる夢とか見てたんだけどさ、マジであれ怖いよね。ほんと。で、落ちる手前の直前、地面の直前で、てかまた10ゲームが俺の、マジ邪魔すんな、お前。ふざけんな、あいつ！え、待って！ああ、よかったー！復活すんのがよかった！あいつ、マジでふざけんな、あいつ！
おい、10ゲームカメラ、お前、あいつ、お前、お前、知り合いだ、知り合いだろ、多分。お前、同じ10ゲームなんだから。あいつに言っとけ、お前、マジで。もう、今度やったら、本当に、お前の家族全員皆殺しにするぞって、お前言っとけ。わかったな？お前、これを伝えておかないと、カメラマンの10ゲーム、お前の家族も皆殺しにするからな。わかった？と、まあ、脅しをかけつつ、ここで、また、今度こそ、まあ、あいついないから、ここで、ようやく右に行けるということですね。よし。で、お屋敷、これ、でもさっきのこれがお屋敷じゃないもんな。で、こっち乗ってって、しゃがも。あぶれ！あ、これダメなんだ。通れないんだ。あぶれ！あぶれ、あぶれ、あぶれ。あ！待って、待って。待って。え、待って。あ。あっちになんかあるってことはダメだ。降りちゃいけなかったんだ。もう最悪だ。まあいいや、でも一回これ下に行けばもう一回やり直せると思ってるんで、落ちていきまして。あぶれ！オッケーオッケーオッケー。じゃあもう一回あれだ。向こうまで行こう。よし、ここまで来た。でもって、ここで、ちゃんと、このなんかよくわからん透明の壁みてえなの。これジャンプで乗ってて、で、またここで乗る。オッケーオッケーオッケー。今回はうまくいった。でもって、あ！なんかあれだな、お屋敷みてえなところあるな、確かに。じゃ、これは、でもあれか、すぐに降りないで、このまま、この魔法の絨毯に乗っていった方がいいかなって感じかな。乗っていきまして、なんかあれだな、なんかディズニーランドみてえだな。ディズニーランドのジェットコースターのクソ遅いバージョンみてえな感じだな。ま、いいや、俺ジェットコースターめっちゃ苦手。もう、いた、降りよう。もうこの火炎放射勘弁してくれ、マジで。お前こんなんディズニーのアトラクションでやったらお前すぐさまクレーム入れるぞ、お前。まあいいや、とりあえずここで、あ、またあれか、透明の壁あってビリビリもいると。危ないな。あっちゃ！オッケーオッケーオッケー。で、これもちゃんと、乗ってって、で、ここ行ってって、結構な、遠いな、これ。あー、また戻るのかな？これ。あー、戻るくせえ。ってことは、また火炎放射ゾーンがあんのか。この火炎放射ゾーン、なかなか厄介なんだよね。え、これ当たるかな？いか。あぶねえ、あぶねえ。当たんなかったか。やっぶねえ。当たり判定がよくわからんが、まあいい。当たんないだけで全然いい。つうか、これ結構長いなー、これ。結構長いぞ。あ、あったー。クリアー！やったーん！よし、パート3。縦迷路の赤コイン。やっていきましょう。ってことは、あれか、さっきのなんかその、迷路みたいな、そ、もうまさしく縦迷路っていう感じのところの場所に赤コインがたくさんあったんで、そこまでじゃあ行ってみましょう。よいしょ、とりあえず迷路ついた。でもって、あ、やべ、ボム兵が、ボム兵やめて。あぶねー。でね、ワンチャンね、コインスターもいっぺんにやれるかなって思ったけどね、あ、無理はしないでよ、こう。ぶっちゃけた話すると、コインスターね、結構しくるんだよね。しくるっつうか、その、コイン足らなくてとか、だからよくあるからね。あまりね、その、他のスターやりながらね、ちょっと深追いしてるとね、危険なんだよね。だから今回はやめておこう。じゃあ、まずは、ここ壁キックでいけ、あ、壁キックで、あ、壁キックよりもあれか、三段ジャンプかな。まずは1個目を取ろう。1、2の。あー、ダメだ。うまくいかん。あー、ダメだな。宙返りかな？それとも。あー、ダメ。あ、宙返りでもない。あ、それか、こっちの壁。オッケー！うまくいったー！うまい。で、こっちの方も、ここから斜めから壁に入りまして、あー、くそ、うまくいかねえ。オッケー！うまくいって、でもって、ここは、宙返りリンゴして、で、こっちも宙返りリンゴ、で、そこにもコインがあるんだな。あ、ダメだ、届かない。ま、ここはね、まあね、あんま死ぬことがないから、ま、多分余裕でしょう。で、2枚目、あ、まだ2枚目か。
なんだかんだでまだ2枚目。でもってちゃんとヒップドロップで、落下をケアしていって、オッケー。じゃあまた3枚目も取っていくか。4枚目。でもって、あ、5、6とある。まあ、あれも結構簡単に取れるでしょう。5枚目。で、6枚目。で、7枚目があそこなのか。あー、ダメだ。あー、ダメだ。結構落ちる。あれか、ちょっとあの、壁掴みができないのか。あそこ少し斜めになってるから。それがちょっと難しいな。じゃったら、ここは、こうしてって。あーっと、あ、距離が足らんのね。距離が足りませんのね。仕方ねえ。で、こっち行って。あー、ダメだ、ダメだ。全然下手くそだな。なんで、あ、もう下手くそ、下手くそ、下手くそ、下手くそ！オッケー！二段ジャンプでとりあえず7枚目。で、あともう一枚だけども、あ、もう一枚あった。もう一枚あった、もうあった。うまく。オッケー！あとはヒップドロップ。すぐヒップドロップ。ヒップドロップ、ヒップドロップ。ヒップドロップ。オッケー！あぶねえ。このままさ、この空、この外に投げ出されて死亡っていうパターンが一番怖いから。あとはまあ、このスター回収して、おしまいよ！いやー、あと残り10枚ですよ、皆さん。残り10枚でこのマリオの旅が終わってしまう。そう思うと悲しいな。いや、ひとまず一旦ちょっとおさらいとして、あとレインボークルーズが、スター3枚プラス、100コインスターで4枚。で、チクタクロックでもう1枚で5枚。で、チビデカで6枚。あとあれか、スノーマンズランドで7枚か。そうなると、あと他で3枚集めなきゃいけないってことになるけど、あと他3枚。まあ、あとクッパも含めて、多分クッパまたスター持ってるだろうから、残り2枚か。残り2枚は多分、その、この城の中の、そのまたキノピオだったり、あとはま、なんか特殊コースみたいな、おまけコースみたいなのをやって、多分クリアしていくんだろうと思うんで、まあ、それはまあ、うん、頑張っておいおいやるか。多分あとまあ、パート2か3、まあ、2ぐらいで終わると思うので、まあ皆さんもう少々お付き合いいただければと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ今回、このパート、パート10、もうダメだ。もうダメだ、もうね、実況やってるとね、この、今やってるパートがね、何パート目かもうね、思い出せなくなる。やばいやばい。昨日何食べたかは思い出せるけど、このパート数が何パート目なのかはもう思い出せない。つうわけで、今パート終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー。